皆さんこんにちは。暑い日が続きます。今日は5月の30日金曜日、リビングライフ QT の時間が参りました。今日も純福音成田教会牧師の瀬野が導かせていただきます。今日の題は、誠の忠誠と配慮は困難な時ほど輝きます。本文の御言葉、サムエル第2、15章、13節から23節までの御言葉になります。サムエル記第2、15章、13節から23節。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャロムから逃れる者はなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。王の家来たちは王に言った。私たち、あなたの家来どもは、王様の選ばれるままにいたします。こうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は、王宮の留守番に10人のそばめを残した。王と王に従うすべての民は、出て行って町外れの家にとどまった。王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのケレテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれからあてどもなく旅を続けるのだから、あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。イタイは王に答えて言った。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべも必ずそこにいます。ダビデはイタイに言った。それでは来なさい。こうしてガテ人イタイは彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部とを連れて進んだ。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロン川を渡り、この民も皆荒野の方へ渡っていった。引き続きこのダビデとアブシャロムのこの親子の話が今日の本文にも出てまいります。昨日も見ました通りに、アブシャロムのこの謀略といいますか策略によってこの謀反が企てられ、そして民衆たちの心が王のダビデに対して非常に反感を持つようになってまいりました。まあ、そんな中、多くの人々の心が息子アブシャロムに流れているということを聞いたダビデ、自分の身の本当に危険を感じたんでしょうね。即座に家臣たちを連れてそのエルサレムから旅立ちながら逃避を始めるわけであります。考えてみてください。王様です。王位についたものです。当然ですけれども、その国を治めているものとしてそのトップに立って彼は安住することができたと考えました。しかしそうではなかった。これは今日も私たちのこの世にある地位や名誉や権勢をよく表していることだと思います。私たちが立て上げたもの、築き上げたものもまた一日で崩壊することがある。それがこの世の中ではないでしょうか。先の地震津波を見てもそうですが、人間の立てたもの、
それが一瞬にして奪われてしまう、そんな方があるのもこの世だとは思います。そんな中でこのアブシャロムの策略を通してダビデは大変苦しむんですね。彼は今日の本文を見ておりますと、本当にこの逃避の中、委ねるものは神ご自身しかなかった、そういう人であったことがわかります。私たちも時に考えもしないような苦しい環境の中、悲しみの中、涙の中に追いやられることがあるかと思います。特に身近なものから大変な苦しみを受ける、ダビデのような苦しみを持つ、そういう人もいらっしゃるかもしれません。そんな中で今日の本文は一つの希望といいますか、深い信仰を教えてくださる、そのような人物が出てきます。それが遺体という人物であります。日本人にとっては遺体っていうのは何かこう日本語のようにも聞こえる名前なんですけれど、しかしこの遺体という人は異邦人、外国人であり、まあ、当時はこのユダヤ人ではなかった人であったんですね。しかもこの自分の国からの亡命者であったと19節には書かれています。なんとこのダビデが家臣たちを連れて、家来たちを連れて逃げるときに、その遺体もまた一緒についてきたんだというんですね。そこでダビデは言うわけです。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから、どうして私たちと一緒に来るのか、自分のところに戻っていいんだよ、こういう話をするわけです。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたは我々と一緒にさまよわせるに忍びない。ダビデは共に苦労をさせる苦労を思うときに、この遺体という人物に本当に配慮をするわけです。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから、あなたはあなたの同胞を連れて帰りなさい、戻りなさい、恵みと誠があなたと共にあるようにと祝福の祈り前でこうしながらですね、彼を追ってこの出してやろうとこう考えたわけです。しかしこの遺体がなんと王ダビデにこう言ったと21節にあります。主の前に誓います、王様の前にも誓います、王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべも必ずそこにいます。もうダビデは本当に心打たれたと思いますね。私がそのダビデだったとしたら、もう泣き出してしまったかも分かりません。彼を抱きしめたと思いますね。それほどにこの遺体の心、またこの信仰は忠誠を尽くす王であるダビデと共にあったと、こういうことができます。今日私たちはこの遺体から学ぶことがあろうかと思いますね。何を学べるか。それはここに王とあります。これは王の王キリストイエス、またヤウェなる主なる神、こうも立てることができると思うんですが、その神と共に私たちが最後までいますと、このような告白をするクリスチャンとなりたいと思いますね。この言葉の中に、生きるにも死ぬまで死ぬにも、こう書いてあります。聖書の中、新約聖書にも、パウロのその言葉にも、私たちは生きても死んでもキリストのためだという言葉があります。まあ、生きているということは今この命があるということだと思いますね。この命のある、肉に命がある限りも、またこのイエス様あなたと共に歩みます。しかしこの肉が死んだとしても、またイエス様あなたと共にあります。それはまた天国をも意味していると思いますが、そのようなクリスチャンでありたいとこう思いますね。神様と共にある信仰、聖書は常にそれを旧約でも新約でも語っています。エデンの園にあったアダムとエヴァも、またその歩き回られると言われる神と共に歩んでいました。ノアもまたその箱舟の中に1年間神と共に過ごしました。アブラハムもまた75歳からではありましたが、その人生の最後までこのヤウェなる神と共に歩みました。イサク、ヤコブもまた同じでした。モーセもまた神と共にあって、40年間の荒野をこの300万と言われる民と共に歩んでいきました。そしてヨシアもまた新しいカナンの地に入り、血と蜜の流れる父エブラハムに約束されたその地に共に歩みながら、一つ一つの地を占領していきました。今私たちはどうでしょうか。このヤウェなる神、イエス・キリストなるメシアと共に歩んでいるでありましょうか。
旧約聖書には神が共にあるという言葉、ヤウェシャマという言葉が語られています。そしてまたイエス・キリストはその別名として神が共におられる、インマヌエルという別名を持って生まれた方でありました。神が共におられる、これが信仰です。神は決して私たちを捨てず、そして離れないとも聖書は言っています。皆さんがイエス様と共に歩まれる信仰を持つ、今日の遺体はそんなことを教えていると思います。神と共にある信仰、それは神様は完全なものと共に歩まれるのではない、いやむしろ神を必要としているものと共に歩まれる神でもあります。神様と共に歩むことができる、それは私たちが信仰として選び取ることができることであります。どうぞ御言葉を通し、祈りを通して、いつも神と共に、イエス様と共に歩まれる、そのような皆さんになりますようにお願いいたします。神様と共に歩むインマヌエルの信仰は、私たち自身が選び取ることのできるものです。今日も一日イエス様と共に歩もう、その決心と信仰を持って歩まれる皆さんになることを祝福いたします。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ヤウェシャマなる神様、そしてインマヌエルなる救い主イエス・キリスト、私たちと共に歩まれ、そしてまた私たちを導いてくださって、今日も一日を守り祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。